楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはイーグルスのさん、立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持っていらっしゃいますか。低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。2球目は何で来るか。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。低めワンボールツーストライクと追い込みました。インサイド落ちました。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、変化球わずかに外れてボール、打ちました。バッターは2番に入っている渡辺。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。2球目も決まります。次が3球目。この球は落としましたが決まりません。打ちました。バッターボックスには3番坂本。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。初球はボールになりました。154キロがいきなり出ました。これが2球目。インサイド落ちました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そして亀井が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。さあ、2球目は何か。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。3球目は何で来るか。バッターよく見ました。低めの変化球です。打ちました。真っ向間と案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは DH 柳田。東浜、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。高く上がったライトが下がっていく、下がっていく、先制。クリーンアップが登場します。バッター坂本。イーグルス見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。インサイド落ちました。バッターボックスには4番丸。ツーアウトランナーありません。試合は最終回まで来ました。追いかけるジャイアンツの攻撃、4番バッター落合。イーグルス、インコース詰まりました。バッターボックスには指名打者の近藤。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。2球目決まっています。低めの変化球は決まりません。見逃して三振です。打順は6番尾形。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。